今上からピョーンって、うわあ、フラッシュ入れます。フラッシュって何ですか？移動速度がその人だけ2倍です。先に言えよ、それインポスター。それは面白いじゃん。何役職かぶりあり、役職かぶり、全員のからランダムの1人らしい。誰かフラッシュっていう役職なのかな。1人だけ、うわ、なんかアルマだ。早い1人だけ早い。クソ早いやついる。いいなぁ。いや、めっちゃ早いじゃん。なんか早い人いたよ。めっちゃ早い人いました。なんか悔しいから投票していいですか？なんか誰だか投票していいですか？いや、ですけど、中野アルマくんがインポスターだった時めちゃくちゃ強いから釣っといた方がいいと思う。いや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 、待って、じゃあ分かった分かった、じゃあサボタージュ全部僕が直します。オッケー、絶対一人の直してほしい。僕サボタージュ絶対直します。リアクター以外全部直してほしい。そうだね。で、高速でポックやってセキュリティ張り付いてほしいですね。いや、走り回って、走り回りますよ。セキュリティより全然効果あるから。あ、そっか。いいな、確かに。死体見つけてもらってね。いや、てか、僕助けやらんとこずっと走ってます。待って、じゃあ中野アルマさんのモーフィングした人絶対インポスターってバレるやん。遅い中野アルマみたいな感じ。足遅いよね、キビエって言われる。じゃあ5秒前にアルマ君見たって人が多分5人ぐらい出ちゃう。直近アルマ君だから直近だよっていう表現がめちゃくちゃいっぱい出そうなんですね。これでも今のうちに中野アルマ君がこうインポスターはなんだクルーでなんか両方の戦略考えていった方がいい気もしますけど、ね、確かに。あ、確かに確かに。サボタージュ全部やります。サボタージュ全部直してもらう。まあ、リアクター以外全部やってもらって、うん、直してなかったらインポスターみたいな。そうね、クルーだったらしいんだけど、O2 鳴らすのプレッシャーかかる。O2 はもう一人で直してほしいですね。アルマ君は誰かに近づかないはいいよ、マジで。うん。あクルーだとめちゃくちゃ重要な存在になるから、はい、もう単独行動で、うん。キルリーダーだからね。キルリーダーじゃない。キルリーダーはあの、突き殺す感じでいきましょう。もう、お願いします。頼むよ、オクタン。狙われた番号だと思う。オクタンはやばいんだ。これ、オクタン。薬売ってんだな。これでもクルーだったらめっちゃ強い人がいますよね。確かに。まあインポスターかもしれませんけどね。インポスターだったらめっちゃやばい。マーキングついた方が。あ、でもさ、もうちょっと見たいから。もうちょっと見たい。確かに。これ一個考えてほしいのが、僕モーフィンだったらめっちゃ弱いですよ。確かにそうだ。そう弱いな。そうだね。よし。いいなぁ、早いの。これだってもう抜けてんじゃねえの、このドア閉め。あ、いるわ、まだいるわ。早すぎる。2倍って早いよな。 1.5 倍とかでもめちゃくちゃ早く感じるのにさ、2倍って早いよ。あ、もうこれさすがにこれは直すか。直そうよ。直そうよ。フラッシュが走ってきて、今フラッシュが走ってきてたのかな、もしかしたら。ガガガガガガガって。よし、フラッシュポスターもでもあるんだもんな。もうさ、筋切りみたいに殺せんのかな、インポスターだったら。パパーン、スーパーンって感じで。すごいよな。あ、これとか。今上からピョーンって恐ろしいスピードでエレクトリカル方面に走ってった。
え？いやー、警備員いるから、警備員の見回りが強すぎるな。僕、任せてください。直近15秒くらいで全部見て、誰も死んでなかったんで。勝ち確じゃん、この試合。すみません、これ変なインポスター。キルできんじゃん。エロちゃんが喋り。タスクやってる時にさ、たまに周り見るやつあるじゃん、あのメドベイのスキャンとか。シャッてくるとさ、ミスるんだよね。メドベイは見るよ。ミスるんよ。目障りってことですか、それ。笑ってる。最初のオーツルの時に。今、1個いいっすか？ 1 個いいっすか？はい。はい、僕もしかしたら今エレジーさんに殺される1秒前だったかもしれない。なるほど。エレジーさんはね、多分死体確認しに来てたムーブだったと思います。あ、単純にエレジーあの引っ張られるところがナビゲーションの配線しかないから、で、あとほとんど右だったので、メドベ行ってから右行こうって思っただけです。なんかだって長いタスクのメドベやってる時に重なろうとしてこなかった今。あ、じゃあね、なんか、いや、そこは多分僕は深く言わない方がいいと思います。で、あ、ちなみに僕は、メドベにタスクが2つありますとだけ言ってます。あ、メドベにあるのね。2つありますタスク、2つもあります。まあいいでしょう、死んでないしな。いやでもこれセキュリティカメラと、うん、あの警備員でなんか最強人形な気がする。夫人がさ、最強人形。いやでも、まあアルマさんがね、もしかしたら今手を抜いてまだ優しいあのインポスターかもしれんよ。まあ、確かに。もうさ、辻切りみたいに取れ高のためにね、ちょっとやってくれてるんだ。キルクールタイムがさ、減るのも2倍とかないよね。いや、多分移動速度だけだと思います。キルクールタイム僕も保証はできないです。下がってたらやばいでしょ。バケモンじゃん。辻切りしたよ、マジで。もうチラチラ見えてくるのが本当になんか目障りなんだよね。ちょっと、いやー、うちみたいな。ベントミラリでもカフェデリア先回りして殺せるの楽しそうですね。いや、ムラリありますよ、こいつ。いや、ムラリはあるね。正直、今回の行動はムラリしかなかったですね。タスクが早速できるし。なんか、すごかった。なんか最初のオープンのところで、ね、引き返すのが面白い。確かに。あと、アルマさん、マジでちょくちょくスッと出てすぐいなくなるとか、本当に面白いからやめてほしい。あれやめてほしい、本当に。笑っちゃうから。それあれやめてほしい。ね、しっかり見てきてくれるんだよね、本当に。助かるわ。しっかりとした巡回。抜けた。この扉抜けるの強え。原子炉。うわあ！抜き去っていった僕を。人が死ぬか、人が死ぬか、これ人が死ぬのか。わーお、アルマ君生きてる？死んでる！絶対死んでると思ったの。死んでるやん。あのさ、今回全然見かけなかったの、左側にいたんだけど。確かに確かに。確かに。見かけしなかったので、やられてると思ってて。え、違う、待って嘘、見かけた。あ、本当？リアクター直したの、アルマさんと僕だ。そう、それあのアルマさんがピューンって突き抜けて上あのあそこまで行ったの。上に行ったのか。あ、俺ごめん、下からエレキの下から行って左回りして、で最後あの停電になった瞬間カフェにいたんだけど、その時まで一回も見なかったから絶対死んでると思うと思って。アルマさんが生きてる体を確認したのはリアクターで、下を直したのがアルマさんで上を直したのが僕だったんだけど、うん、僕はその後にリアクターのロングタスク覚えゲーやって、うんうんうん、エレクトリカルのタスク入ったぐらいで鳴ってるから、それぐらいの時間間隔の間。
なるほど、なるほど。覚えゲーなんだけど、うん、下位置は俺は左じゃないと思っていて、なんでかっていうと かなりくまなく左入ってるから、うん、僕も左結構いたけど、下位はなかった、ね、最後メドベーまで確認していってるのね、でなかったからおそらく右かマス、まあどこにでもあるな、あの速度、どこにでもあるな。私さ、集合左上ですけど、だこれアルマ君の話ばっかりしてなかったな、ちょっとアルマ君の話ばっかりしてて、 LG さんの目撃証言じゃないですか。アルマ君殺せるやつめちゃくちゃエイムいいよ。確かに。だから僕もタスク終わるからいけそうな感じはするけど、まあ、うん、エレジーさんだけ詰められればと思いますが、うんうんうん、どうですかね。アルマさんの下位置は早いか分かんないもん。ちなみにメドベーやりますって言ってたからメドベー行ったけど、なかったよメドベーには。だから他行ってんじゃないかな。一つだけ言えるのはレインボーケースケは白です。あ、そうですね、宇宙警察も白です。ずっとなんか2人で守りたい、このレインボーと思って守ってた。いいですね。あの初手 LG さん右行ってたと思います。私ウェポンでチュンチュンしたんですけど、 LG さんが下に降りていって、私はカフェに戻ってっていう行動でした。 LG さんの前に誰かがいたけど、ちょっとごめんなさい、誰だったかは覚えてない。リアクター直ったタイミングでいた人はリアクターに、はい、かな、俺もいた、はい、行きました。うん、しゅうねさんと俺はね、エレキ前とかね、ストレージぐらいで会って一緒に行ってる。そうですね、はい。うん、で中にいたのはブテハシさんと、あともう一人誰だっけ、ごめんなさい、もう一人が出てこない、メイヤさんだっけ、な、直してた。プテちゃんかな。いや、なんでなんでなんでね。僕全く関与してないよ。さっ、間に合わない。まあでもね、言うてタスクもうちょいだな。結構今回タスクの進みがいいですね、僕は。タスクで勝てそうだけどなぁと思ってるけど、どうだろうか。うん、押しますか、1個やって。はい、すぎ、あ、はい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 、はい、これはなんかタスクでいけそうだなボタンですこれ。うん、あ、僕もそう思います。いいす、ね、僕タスク終わりました、うん、あと2個です、うん、もうそろそろです。同じぐらい2個ぐらいだったと思います。じゃあ僕サポを優先的にやりますよ。はいはい、はい、タスク終わってるんで、はい、左側に死体が間違いなくないんだったら、しゅうねさんって右側のウェポンの方から来てたよね。ウェポンやってその後カフェに行ってます。下に降りていくのを見てます。ちょっと待って、見てます。シュウネさんエレクトリカル打ちましたよね。エレクトリカル最初行きましたよ。はい、最終ね、うん、あ、だから本当に所定の時です。リアクター直しに行ったって言ってなかった？行きました行きました。じゃあアッパー抜けてカフェ行ってウェポまで行ったってこと？あ、違う違う、そのターンの話じゃなくて、リアクター終わった後は俺はあのアッパー行ってるけど、おそらくシュウネさんはローは行ったんじゃない？いや、アッパー行ってるはずだよ。話じゃない。あ、そうか、アッパー行ってで、タスクしないで上ぐるーって通ってストレでカフェまた入った時に停電来たからストレージ入って、うんうん、エレクトリカルのところで中野内さん見てますけど、あ、そういうこと。エレクトリカルで中野内さんいたのは間違いない、はい、照明直したの中野内さんでしょ、だって。はい、これっすね。うんなんか一気に普通になっちまったな。寂しいね、ドニキさんってカフェにいるの？でもモーフィングいるっていうの忘れちゃダメですよ、みんな。カフェ左上です。モーフィングいるんだな、これ。まあでもなんか今この僕のボタンはそのタスク勝利目指しましょうボタンだから、うん、なんか皆さんもそのなんかキルクル考えながら押してほしいなっていう。まあ30秒ぐらいでね。そうん、はいはい、そうっていう感じです。今の表現しておくと、このダブルキルが起きている時点でケイスケ、レインボーケイスケとメイヤーです。メイヤーです。1分以上経ってたから。うん、あ、そっか、1分以上2回コミュニケーションじゃなくて、ごめんなさい、2回サボタージュ来てるからね、隠しろじゃない。確かに、そうか、そうか、1人にキルを越せる時間が、1人が2人殺してるかもしれないから、ほぼ、うんうんうん、孤立してたのって誰だっけ、前のターン。あ、メイヤケイスケはほぼ何、もうペアで移動してたってことですか。僕はだからまあ、じゃあまあ、2浪である以外は大丈夫ってことね。はい、なるほどね。はい、そうだね。うん、片方狼かもしれないけどね、全然ね。なんでそんな塗ってくる？いやいや、塗ってない塗ってない。いや、もうタスクで勝ちましょう。プテちゃん。タスクで勝ちましょうよじゃん。この白いじゃん、このボタン。
あと2個だから。ここに。はい。はい。はい。難しい。はい。はい。はい。ああ。テンパるな、テンパるな、焦るな。オッケー、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 オッケー。あ、そっか、これであと行くか。え？おお、いいボタンです、ね。いいボタン、はい、いいボタン、いいボタン、すごいいいボタン。まあ、タスク終わってるんで、まあ、ゆっくり。大丈夫ぐらいだろうっていうのを待ってから押しました。俺は今ので終わりました。ありがとうございます。あざす。すいません、僕あとナビ行ったら終わりです。はいはいはい、OK です。レインボーケイスケさん助かりました。覚え芸がねあるんすよ。すいません、宇宙警察。あと十字路っす俺。あと十字路のとこ。じゃあ二人とも左じゃないですか。うん、目は終わってます。ナイスボタンだ。最後はちょっとケイスケさんに化けてもらってダブルレインボーケイスケで終わりますか。あ、いい線か。じゃあ左組んでついてきてもらいます。取りたい人ね。少しのバトルで勝った方が本物のケースですね。そうっすね。誰だろう、中野っちさんは違いそうだけどな。はい、大丈夫だよ。いや俺意外としゅうねさんとかなんじゃないかな。しゅうねさん怖いんだよね結構。俺わかります。慎重派ね、ちょっと怖いんだよね。まあ、A 型でしょ、ね、確実にね。いや僕はこんなに白いのに、こんなに白いのに、こんなに白いのに、光ってる人がいるんですよ、レインボーっていう。レインボーなんかパトランプに見えてきたなこれ。メイヤさんとケスケさんもペアでいいじゃないですか。やっぱりやばい、うん、じゃあメイヤさんついてきてください。僕もパトランプになってもらっていいですか。なりますなりますか。じゃあサイレン鳴らしながら、うーって言いながらやりましょう。って言いながらお願いします。宇宙船を駆け回りましょう。宇宙警察物を手に入れたで。遅延行為か俺。あれ一歩押しなかった。ケスケさん入れます。あれなんでや。怪しいよな。俺の車を壊すな。入ってる。よし、まあこれはタスク勝ちでしょうね。間に合い、よし、抜けた抜けた。終わったぞ。よかった、最後じゃなくて。あとはどうしよっかな。セキュリティでも見るか。いいな、やりたかったな、爆速。ナイス、早い。もう何も効かない。さ、セキュリティおじさん。お、なんだ、来るか来るか来るか。おお、誰が犯人だろうか。終わっちゃうよ。この辞書ボスケ。ああ、知恵ね、中野チエロ。え？宇宙警察です。宇宙警察です。はい、はい。皆さん見たよね。警察になり、はい、なりすましてる人を発見しました。あ、マジで？やっぱ行った？なるほど。どこで死んだの？モーフィングね。いや違いますよ。まあ結論から言うと、シューネエロちゃんです。あ、なるほどね。はい、あ、もうこの2人。僕はベント警察をしてて、セキュリティで、はいはい、あ、見てました。で、エレクトリカルのベントが開いて、うん、メドベイのベントが開いて、僕はメドベイ上に行くとシューネさんがなんかダンスしたんで。いやでもそれ入ったの俺で。いや入れないんだよな。入れない。いや俺さ、入れないの忘れてて、目の前で入ったろうと思ったのにもう完全に
違いますよ、もう入れたくないんだ。それあれじゃないですか、あの、はい、毛布じゃないですか。毛布ね。もう掛け布団的な毛布だと思いますね。こっちの毛布ね。そう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 、そうだと思います。目の前でね、僕からびっくりした。じゃあケイスケさんか。違うね。ケイスケさんかこれ。あ、僕かもしれない。あ、僕だ。まあ僕だ。いや、じゃあちょっと待ってください。次ボタン押すんで、周年に毛布のタイミングちょっと。チャンスください。エロちゃんさんじゃあもうじゃあダメ、じゃあ俺じゃあ俺じゃあ俺周年エロランね。じゃあ周年エロラン人気投票にしましょう。なるほどね。いいかしら。人気投票ですか。人気投票、人気投票。そんなことしたら、ケイスケさんに票が集中しちゃいますよ。俺の車だから。危ない。だって一回もエロちゃん変身してないのに。終わった。いいね。フラッシュも面白いし。まあでもどうなんだろうな。もう絶対フラッシュ殺したいよね、正直ね。はい。危ない。いや、はい、もうちょっとだったじゃん。危ないところだった。もうちょっとだ。もうちょっとだったじゃないですか。みんな見たいじゃないですか。やっぱりレインボーに光るトゥントゥントゥンってやつ。確かに見たかったな。もうそれだけが取れ高だったのに。いや、なんでボタン押すんだよ。僕はケイスケさんが死ぬとこ見たかったのに。そうですよ。本当に怖かった。俺パトカーの後ろのね、ずっとシュネさんが追っかけてくるんですよ。はい。いや、え、私は別にみんなが仲間だと思ってたんですけど、ね、みんな見たかったんですよね。いや、僕は見たかったっすね、正直、ケイスケさんが弾けるところ。ね、はい、だって、みんな見たくないですか、レインボーがプルプルベンって倒れるところ。そうっすね。見たかったなぁ。今日は割とでも、レインボー死んでましたからね、でもね。まあまあまあ、それはそう。割とね。だってコメントで、あ、この虹色は新役職じゃないんですねって来たもん。勘違いさせてんだよ、リスナーのことなんか。これの虹色の色、虹色の人がこれモーフィングなんですかみたいなこと言われてる。分かりにくくなっちゃうね。分かりにくくなっちゃってんだよ、もう。生きてたのに。ケイスケさんがあの2倍だったらめっちゃ面白かったけどね。確かに。やりたかったな。ああ、怖かった。もう急いで名屋さんの捨て逃げてました。そう。でもあの絶対に死にたくないからケイスケさんの前を走ってましたよ。大丈夫です。ちゃんと赤で狙ってました。あともうちょっとなのに中野さんに入ってる。恨みの一票。本当だ。押してすんません。押してすんませんってなかなかない。よっしゃー、ナイスナイス。これはアルマさんが早かったからしょうがないですよね、ロちゃん。そうっすね、アルマさんがね、早くてね。でも、ちょっとシウネさんストレージ突っ立ってても僕のこと待ち構えてましたよ。あ、俺もね、同じことやろうと思ってたんだよ。通り過ぎるときにやるみたいな。めっちゃ足遅く感じる、これ。いや、早すぎたろ、マジ。めちゃくちゃ早かったな、本当に。早いわ。全然見なくなったんだよね、面白すぎて。すごい面白かったのが、アルマさんが全部サボ直しますって言った次始まった瞬間、オーツになったじゃないですか。みんなオーツ直さずにみんな間違えた。そうそうそう。さすがに間に合わなくねと思って僕やっちゃった。面白かったんだよ。アドベンやってくれるだろうって思って。そう。あ、僕あれ、オーツ側も向かってたんですけどね。あ、向かったね、一瞬。アドベン直して、そう。で誰が直したのかなってナビ一瞬チラッ。幽霊も早かったですか？あ、幽霊でも早かったです。いや、いいな。あ、そんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りましょう。